アナヒットチチキアンはアルメニアのバイオリニスト、女性、ソ連時代のロシアのレニングラードに生まれる、エンジニアと医者を両親とした家庭で育つ、6歳の時にバイオリンを習い始め、音楽家、グリゴリー・ギンズブルクに支持する。第二次世界大戦が始まり、15歳の時にレニングラードを離れるが、そんな状況にもかかわらず、彼女は音楽家として向上していった。 1946年から1950年の間、彼女はエレバン音楽院のカルプ・ドンバイフ教授の下で学ぶ。1954年、モスクワ音楽院を卒業する。シチキアンは、すでに小学生時代からプロとして演奏活動を始めている。1961年はじめには、アルメニアフィルハーモニー管弦楽団でメインソリストを務めた。旧ソ連をはじめ、 世界27カ国で演奏を行い、バイオリニストとして4枚のレコードをメロディアレーベルからリリースしている。チチキアンのレパートリーの中でも、現在アルメニアで活躍している作曲家たちの作品は特別な位置を占めており、しばしば彼らの作曲を共同制作者、編集者、初演者としての手助けした。1950年にエレバン音楽院の教授に就任し、 新しいカリキュラムである弦楽器の歴史と理論、アルメニア演奏芸術史、音楽授業法の3つのコースを設立した。彼女は科学的な音楽研究を手掛け、特に弦楽器、楽器学、古典を音楽に焦点を当てた。父キアンは5つの言語を話し、英語、フランス語、ドイツ語で講義を行った。そして数多くの国際科学会議に参加し、彼女の記事が アルメニア内外に広まった。音楽院で教えていた間に、彼女は1 0 0回を超える公演、60の公文書の記録、300を超える記事の掲載、ラジオやテレビ番組などのシナリオを手掛けた。多数の国際機関や地方機関への参加、協力を果たしており、彼女が参加した機関には、コンポーザー、スニオン・オブ・アルメニアをアイユニオン・オブ・ソビエト・コンポーザーズ、 コンポーザーズオブ・ USSR、アルメニアン・ティター・ユニオン、ジョーノ・リスト・ S ユニオン、ウィメンズ・コミッティ・オブ・ザ・ USSR、AX、エイウックス・ヒストリー・オブ・ワールド・カルチャー、コミッティ・イン・ザ・アカデミー・オブ・サイエンス・ USSR、ザ・アールド・サイエンティフィック・アソシエーション・オブ・ヒストリカル、アー・キオロジーなどがある。1967年には名誉アルメニアアーティストを受賞している。 1999年5月2日、エレバンで死去。ありがとうございます。